それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は中国常用定理を使ってその連立線形合同式を解くという話をしました。で、今回も拡張ユークリッドの誤助法の応用の一つとして有理数の再構成という話をしたいと思います。テキストをお持ちの方は70ページのセクション 4.12 からですね、関連事項を説明しますので、そちらも合わせてご覧ください。で、今日の、話は主に2つありまして、で、1つは、前半はですね、この有理数を剰余関に埋め込んで計算するという話を、したいと思います。で、その例題をまずここに挙げましたけれども、まあ、こういうその有理数のその加算を考えるわけですね。5分の2と3分の1を加えると。で、まあ、答えは15分の11なんですけれども、で、これをですね、剰余関に埋め込んで計算をしようという話です。で、もう少し具体的に言いますと、まあ、t 分の r というその有理数に対して、で今はこういう和を考えていますので、まあ、何でしょう、5を分母とする分数と、それから3を分母とする分数の、積で、しかも、分母と分子それぞれに、まあ、上階が定まっているという状況を考えます。分母、分子の方は、まあ、15より小さいと、それから分母の方は16より小さいという、状況のもとでですね、剰余関にこの分数を埋め込んで計算しようというアイディアです。で、そこでその、まあちょっと先にですね、ここではその計算例を説明しまして、で、それからそれがどうやってうまくいくのかというその理論的な根拠を説明したいと思いますけれども、とりあえずその剰余関に埋め込むにはその、法となる数を選ぶ必要がありますので、ここではその、分母と分子それぞれの上階の積の2倍を超えるような素数ですね。で、今その分母と分子の上階の積を計算しますと、2×15×16 で、480と出てきますので、480を超えるような素数の中から、487という素数を選びます。で、このですね、今、そのこれから扱う分数をですね、この478を法とする、まあ、剰余関、これ、487が素数ですので、対として扱うことができるんですけれども、まあ、ここで表現しようというわけですね。で、なんでこれ、こういうアイディアを考えるかというと、その、今これが、結局、剰余関が対ですので、そのまあ、分母は例えば t 分の1という数分数で有理数としては表されるんですけれども、まあ、この状況の中ではその t の情報の逆元にあたる数ですね、ちょっと待って、あ、そうか、 t の情報に逆元にあたる数をまあ定義できるというアイデアなわけです。で、そうしますと次の項にありますようにこの剰余関の中でその t 分の r という有理数をその r かける t の逆数という形での元で表すことによってその剰余関内の計算に帰属させるというのがここで扱う計算の基本的なアイディアです。で、その t の逆元の計算ですね、これは以前説明しましたけれどもその487を法とするその法逆元の計算で行うと。ということになります。まずこれが基本的なその計算の方針なわけですね。で、それです。まずその最初にこの5分の2という有理数をですねこの今の剰余関に埋め込むという計算をします。で、先にですねその、まあ、5がもともとの有理数では5が分母に来ますのでこの5分の1に相当するその剰余関での5の逆元を計算します。で、これにはその487と5から始まるその拡張ユークリッドの誤助法を使うと。まあ以前説明したその法逆元の計算の方ですね。
そうしますと、まあ、ずら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 と、RJ、SJ、TJ のペアを計算していきまして、で最終的には、ここの場合は487のマイナス2倍と、それから195の5倍がの和が1になりますから、この乗用間での5の逆減は195ということになります。で、それでまあ5分の1の有理数の5分の1に相当する逆減、乗用間での逆減が得られましたので、まあ、それで改めてこの5分の2というのをその5の逆減かける2という形で、これは390になりますけれども、これは法487でそのまま扱いますので、まあ、390としてこう埋め込みます。まずここまでが一つ目のセットですね。で、もう一つその加える数の3分の1をですね、やっぱり同じ乗用間に埋め込みます。で、この場合は、分子が1ですので、まあ、分母の3のその方逆減を計算すれば、まあ、一応計算おしまいなんですけれども、まあ、これもその方逆減の計算でやった時のように487と3から始まるその各種有機との誤助法を計算をします。でそうしますと487の1倍から162の3倍を引いたものが1に等しくなるというふうに出ますので3の逆減がマイナス162というふうに出てきます。で、これを一応、487の項として正の数を直しておきますと325になりますので、そうすると、3分の1というのが2対応する、この乗用間の逆減として325を、まあ、使うということになります。ここまでいいでしょうか。で、じゃあ、次のステップではその5分の2と3分の1に相当する数を実際にこの乗用間で計算するってことなんですが、まあ、実際にその足し算を行いますと、390と325の和で715と、487を法とする、まあ、乗用を取りまして、228という結果が出てきます。まあ、これが基本的な計算手順なわけですね。で問題はですね、この今加算して出てきた乗用間での228というのが、本当に我々が欲しい計算結果に対応しているかということです。具体的には、その、まあ、t 分の r ですね。で、もしくは r かけるその t の乗用間での逆減の積が、487を法として228に合同であるような、そういう r と t が存在するかというのが一つ目の問題で、で、次の問題は、もし仮にですね、そういう条件を満たす R と T が存在した場合に、それがその我々が本当に欲しいその答えである、15分の11という有理数に対応したその乗用間での数になっているかということを確認する必要があるわけです。で、まずじゃあ、その確認をですね、これからしてみたいと思います。それでとりあえずじゃあ逆方向からの計算といいますか、そのじゃあ15分の11をですね、そのこの乗用間に実際に埋め込んで見ていくことにしましょう。でそうしますと、先ほどもから何回かやりましたけれども、15分の11をこの乗用間に埋め込む方法というのは、まず分母に来ているその15の逆数ですね、15の逆数を逆減を計算すると、この乗用間での逆減を計算するということで、これは487を法とする15の逆減を計算する、だからそれを各種有機と誤助法で計算することになりますので、計算していきますと65という値が出てきます。でそこでその15分の11をですね、 11×65 として計算して715になるんですけれども、これは487で割った乗用が228ということで、228としてこの乗用間では表現されるということになったんですね。で、実は先ほどの結果、5分の2プラス3分の1での乗用間でのその計算の結果を比べてみると、確かにこう一致する、乗用間での値として一致するわけです。ですので、まあ、うまくいってそうな気がします。それから、
とりあえずその、なんでしょうね、我々が剰余管内で計算した結果とですね、それから本来あるべき結果をその剰余管内に埋め込んだ結果は一致しているということで、計算はうまくいきそうだということは分かったわけですね。で、残りの問題は、この、487を法とした剰余管のですね、228という弦から、その元の有理数である15分の11っていう表現をうまく取り出せるかどうかっていうのが最後の課題になります。で、それをこれから見ていきたいと思います。で、先に方法を述べますと、この487が、まあ、今考えている方ですね。で、228というのは計算結果だったんですけれども、まあ、この487と228から、拡張有機との誤助法を計算をしていきます。で、そうすると、まあ、こう、つらつらとこう剰余が出てくるんですけれども、ポイントはですね、先ほどそのこの問題設定の最初の時に分母の上階となりますその分子の上階となりますこの R の上階として15という値が出てきたんですけれども、この剰余が、この、拡張有機という誤助法で計算していたこの剰余がですね、この分子の上階の15を下回った段階で計算を終えます。この場合ですと、R3 を計算した段階で、R3 が11になりまして、これが15を下回ったので、ここで計算を終了しますと。で、そうしますと、ここでのその、拡張有機値の誤助法のこれまでの計算結果から得られるその関係式というのはこういう関係式になるわけですね。11っていうのが、この、S3 と T3 を使うんですけれども、このマイナス7と15というこの S3 と T3 の結果を使うと、487のマイナス7倍に、228の15倍をかけたものの和というふうになります。で、これを合同式で表すと、11がとですね、あと 15×228 っていうのが、487を法として合同であるということで、これを見てみますとですね、形式的にこれ両辺に逆元をかけますと、15分の11とですね、それから、この228っていうのが、まあ、こう487法として、まあ、合同であるというふうにこうな関係式とみなすことができるわけですね。ですので、ここでですね、R が11、それから T を15と置くことで、R 分の T を復元可能であると。で、この R と T はどこから出てきたかっていうと、実は、この S3 と T3 ですね、から出てきたわけです。ごめんなさい、S3 と T3 でいいんだっけ、ちょっと待ってね。11と15だから、そうですね、ごめんなさい。そうか、R3 と T3 ですね、ごめんなさい。R3 と T3 を使って、出てきたと。で、具体的には R3 の方が、分子になってですね、T3 の方が分母になったと。そういう形の有理数として取り出せたということを意味しております。で、あとちなみにですね、今ちょっと質問がありまして、このスライドで、ちょっと4枚目に戻りますけれども、最初の問題設定に戻りますけれども、この、分母と分子の上階それぞれですね、R と T っていうのは、どうやって決めたんですかという質問がありまして、まあ確かに今回、まあ恣意的に決めたようにも見えまして、まあ実際には、そうですね、計算してみなければわからないっていう部分もございますけれども、まあ、実際の問題を解く際には、それぞれこれから解いていくその問題に応じて、このですね、分母と分子の上階決めていく必要があります。で、まあ、そのですね、ここではその、まあ、一般的にな、な決め方まではちょっと、まだ僕も勉強不足ですので、この辺の言及はしませんけれども、一応その、まあ、個々の問題に応じて、まあ、定まる部分
があればですね、それを使って決めるというようなこともやっております。はい。で、一応ですね、こういったその計算がですね、できるということの根拠になっているのが、テキストの方にもありますけれども、テキストの OS 定理 4.82 というので、テキストの71ページに出ておりますので、説明しておきます。で、ここでは、若干テキストとその記法が異なっているので、注意していただきたいんですが、N と B と、それから R スターと T スターを、整数としますと。でそれから、B は皮膚で、N より小さいと。それから R スターも皮膚で N より小さいと。それから T スターは正という仮定をしておきます。で、これに対してその N と B から始まるその拡張欲求のご助法によるその RI、SI、TI の列を計算しまして、で、その中でこの J というのをこの乗与RJ が、この与えられた、あらかじめ与えられた R スター以下を満たす最初のインデックスとします。で、この時の J 番目の RJ を R プライム、それから SJ を S プライム、それから TJ を T プライムというふうに置きます。で、さらに仮定がいくつか続くんですけれども、これとは別にですね、R と S と T という整数が存在して、こういう関係を満たすと。R が NS プラス BT っていう関係を満たしていて、かつ N の絶対値が R スター以下、それから T の絶対値が、T が正で、その絶対値が T スター以下というふうに条件を満たすものとします。で、この時に成り立つのは、この t スターの絶対値が、t プライムの絶対値が t スターで抑えられるということと、それから、もし n がですね、r スターと t スターの積の2倍より大きければ、ある、非0の q、整数 q が存在して、rst とそれから r プライム、s プライム、t プライムの間に、その9倍、それぞれの9倍という、関係が成り立つというのが、ここで使っている、その、有理数の再構成に関する性質です。で、今日は、時間の都合でですね、定理の詳しい、証明は省略しますけれども、一応、証明の方は、テキストですとか、それから、僕の昨年のですね、授業の講義ノートにも、載せておきましたので、必要な方は適宜参考にしてください。ここまででしょうか。はい。で、今日はですね、この定理を使ったもう一つの計算として、有理数のですね、循環小数、循環説を全部使わなくても、十分な長さの、小数表記からの復元についてもやっておきます。で、これは次のような問題設定でやるんですけれども、まずその、Z として、T 分の S という与えられた有理数が与えられているものとします。で、この時は、S と T に関しては、S、T はどちらも非0で、S は非0で、それから T が正ですね。で、分母の方が分子より大きいと。で、それらが、ラージ M という整数で抑えられているものとします。で、もう一つ仮定として、この分母と分子の上階である M に対して、2M の2乗を超えるような10のべきですね、10の形状っていう数に対してですね、こういう条件を満たす、その10の、べきの K に対して、Z の、小数表記、これの有理数を、禁じた表記がですね、小数第 K 位までは分かっているものとします。で、この時にですね、その次のアルゴリズムを使って、この Z の、規約分数表現を計算できるっていうのが、この話です。
で、どういうふうにやるかということをこれから説明していきますけれども、まず入力としましてはいくつかのものを用意するんですが、まず先ほど出てきましたその与えられた Z 有理数 Z に対するその小数表記ですね、条件を満たす小数表記を B というのを与えます。あと、その分母と分子の上階の M を与えます。でそれから、この M に対して、10の形状が 2M2 乗を満たすような、そういう10のべきの K を与えます。だからこれらの情報は最初から分かっているものとします。でその上で、この出力はこの Z の規約分数表現を出力しようというものです。で、やり方なんですけれども、まず、10の形状を N に代入します。でそれから、この小数表記ですね、与えられた小数の近似値 B を N 倍して、でそのフロアを取るから整数部分を取ったものを、この B' という、数に代入しておきます。で、ちょっと待ってくださいね。B は。そうですね。で、次のステップで、ここちょっと誤りがあるので直してほしいんですけども、この B が、これ B' ですので、直しておいてください。すいません。B だと小数なので、ゆっくりとご情報にはかかりませんので、B' に直しておいてください。よろしいでしょうか。で、2番目のステップでは、この、1番目のステップで計算した N と B' に対して、その各種ゆっくりとご情報を計算しておきます。そして、この乗与 Rj がですね、M を下回るような最小のインデックス J を求めます。で、3番目のステップで、この、その2で求めたこの J に対して、この J 番目の Sj を、S' と。それから、Tj のマイナス1倍を T' に代入します。で、そうしますと、この4番目にありますように、この T' 分の S' というのは実は求める、その有理数になっているというのが、まあ、この計算の特徴です。ここまでいいですか？はい。で、一応これに関しても定理がございまして、で、今日は証明省略しますけれども、今のラショナルリコンストラクションのアルゴリズムの出力、T' 分の S' が、実はその与えられた小数表記 B が表す有理数 Z の規約表現であるということもわかります。一応これがですね、その、まあ、先ほどのアルゴリズムの正当性を、示す定理として、書かれていますので、各自確認しておいてください。ということで、これもですね、例題の 4.83 というのにありますけれども、今のそのアルゴリズムの例題を、まあ、実際に計算しながら、見ていきたいと思います。で、循環小数、ここでの、例題は循環小数 0.285714 ですね。285714というのは循環節に現れる。この循環小数を規約分数で表すということなんですけれども、まあ、285714の並びが来ればですね、大体、分母が7で この絡んでくる有理数ってことは、まあ、多少計算している人はわかると思うんですが、これまでの方法は皆さん、やったことあると思うんで思い出していただくと、まあ、非常に簡潔にまとめますと、まあ、こういった形のですね、R の表現をこううまく計算するわけですね。この与えられたこの循環小数を、この場合ですと、10の6乗を倍してですね、で、こういう有理数表記が得られるので、
まあ、これを約分して7分の2を得るというのが、まあ、よく我々が使っている手段です。でしかし、これは実はですね、かなり手間のかかる計算でして、で、まあ、詳しい理由についてはここでは省略しますけれども、もし分母の t が、まあ、ラージ M で抑えられてですね、まあ、この場合ですと、まあ、7ですからせいぜい10の1乗ぐらいのオーダーですけれども、これに対してこの時の循環節の長さというのは大体、オーダー M 程度になるということです。ですので、確かにこの場合も、分母の値が7なんですけど、その循環節の桁数が大体6桁ぐらいになっていると。そうすると、これが仮に分母の大きさが、例えば 3桁だとすると、その3桁っていうのは、大体何百、10の2乗オーダーの数ですから、そうするとその時の循環節の長さっていうのは10の2乗オーダーの桁数になるわけですね。ですので、まあ、このやり方はその、分母の大きな有理数に対してはあまり得策ではないということが分かります。でそこで、まあ、それに対して、まあ、この今日説明しましたこのラショナルリコンストラクションのアルゴリズムが、まあ、だいぶ有効であるということをこれから見ていきます。でまあ、一応ですね、今こういうまあ、この 2.285714 で表される循環節がまあ t 分の s とだというふうにして、まあ、この t 分の s の規約分数表記を求めていくんですけれども、まず、この有理数の近似値 b として 0.285714 という値を代入しておきます。それからあと、今その分母の、まあ、このアルゴリズムを実行するにはあらかじめ分母の値の上階を知っておかなければならないんですが、まあ、ここではとりあえず7というふうに与えられているものとしまして、でその 2×7 の2乗を超えるような10のべきを計算してみますと、まあ、これ 2×7 の2乗が98ですから、98を超える10の形状のっていうのは最小値は100ですので、K の最小値は2と、K の値を2というふうに置いておきます。で、そうしますと、N が100ですね。で、B' プライムとして、先ほど、その有理数を近似した数 B の N 倍の整数部分を取ってきますので、0.285714 の100倍ですね。そうすると、28.5714 の整数部を取ってきて B プライムは28という値が入ります。で、ここまで揃いましたら、この N の100と、それから B プライム28からですね、その、拡張ユークリッド5助法の計算を行いまして、剰余が、分母の上階である7を下回るまで、計算をしていきます。そうしますと、もう一回かな。R4 まで計算しますと、R の4が4になりますので、ここで計算を終了します。で、この時のその S4 と T4 を使ってですね、S4 を分母、それから分子ですね、すみません、S4 分子、それからマイナス T4 の分を分母と置くことによって、7分の2という有理数が付近できるというのが、まあ、この後半のアルゴリズムの計算例となります。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで、今日はその有理数の再構成ということで、2種類の計算をやってみました。一つはその有理数をその循環に埋め込んで計算するという内容で、でもう一つはその有理数をその、まあ、の小数の近似表記からまあ付近するという方法をやりました。で最後にちょっと前半の有理数を剰余間に埋め込んで計算するという計算に関して歴史的な立場からコメントしますと、まあ今のコンピューターの能力をもってすれば、そのまあ有理数演算はそのまま扱ってほぼ問題ないんですけれども、この方法がよく使われた、もしくは編み出されたのは大体今から約40年ぐらい前の話で、その頃ですと、その計算機でですね、その
数値計算とは異なる任意桁数の、 その例えば整数演算なんかをさせるには、まあ、整数の演算が精一杯だったんですね、当時の計算機の能力からすると。そうすると有理数まで使うとかなり計算効率的に大変だった面があって、まあ、こういう方法が用いられたという点があります。あとそれから現代でも例えば有理数係数の多項式に対するいろいろな計算というのが非常に大きな問題に対しては効率上難しい場合がありまして、で、まあ、そういった問題に対しては今でも常用管を使ってもしくは有限体上でですね多項式演算を効率化して、でそれで、有理数に戻すとか、それからあとまあ、機会があればこの今期の残りの中の授業のどこかで説明するかもしれませんけれども、モジュラー算法と呼んで、主に、大きな、なんでしょう、有限体の演算をですね、中国常用定理を使って、まあ、より小さな、その有限体での問題に希釈させた上で、中国常用定理でその結果を元に戻すというような工夫も行われております。ということで、今日はこのような計算を紹介いたしました。また質問がありまして、今日のスライド24枚目で M イコール7はどのように見つけたのでしょうかということでですね、まあ、これはとりあえずこれから例題でしたので最初から設定しましたけれども、実際の問題の場合ですとどうですかね、まあ、ちょっとその辺またまあ、僕もそんなにその何でしょう、実例はたくさん知ってるわけではないので、またちょっと分かったことがありましたらお知らせしたいと思いますという感じですが、よろしいでしょうか。はい、ということでとりあえず今日の講義はひとまずこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。